生植えのお手入れ終わった花を取っていきます。花がらも取っておきます。こんな感じで終わったのは茎の部分で切りました。新しいつぼみは少しずつ下から出てきてます。ストックもまだ上のつぼみが残ってるんですけど、下結構種になってきてるので、もうそろそろこの茎は切り取ります。下から脇芽にこうやって花芽がついてきているので、種ができているこういうものは一旦切りたいと思います。もうこっちじゃなくてこのつぼみに栄養がいくようにこれは切りたいと思います。明日から寒くなるので、このつぼみなかなか咲いてこないかもしれないけど、この辺の終わった花は切っていきます。ネメシアも結構、分かれてこう一つ一つ花びらが落ちてしまうので、これが結構カビになりやすいので取っておきます。それと、結構上まで咲いた花首茎は下まで切り戻します。よいしょ。こんな感じでちょっと少し中がカビてきてるところがあるので、早めに切り取って通気性よくカビの発生を抑えたいと思います。見えるかな、少しチューリップが出てきてます。ビオラも花、終わった花を取っていきます。株元からこれはカットします。こんなの結構ここで重なり合ってる葉っぱとかはもう最初にカットしておきます。こんな感じで花がなくなったのでちょっと寂しいですけど、花がらを取ってカビている葉っぱを切り取りました。カビている茎も切り取りました。なぜかここだけ、これちょっとなんで、なんでだ。こっちもちょっと早めにカットしておこう。そして多肉植物火祭り、こんななっちゃったのを一回カットします。困難とかはもうこの辺からキンと、これも脇芽が出てるので短くカットします。ここもカット。下の方からは綺麗な赤い脇芽が出てるので、下でカット。
もうそろそろ朝の気温がマイナス近くになってきたので軒下に入れたいと思います。リリカちゃんは満開です。新しいつぼみも結構出てきてます。そろそろ一番開いてる花をカットしたいと思います。少し寂しくなったけどこれが咲くのを待ちます。このまま捨てるのがもったいないのでもう少しだけ頑張ってもらってお部屋の切り花に。ムスカリが間から咲いてきました。チューリップもだいぶ伸びてきたかな。ネメシアも咲いてくれてます。ちょっと分かりにくいけどコロニラもお花が咲いてます。ビデンスだけがちょっとちっちゃくなっちゃったけどここに残ってることは残ってます。ムスカリと金魚草が咲いてきました。チューリップは今ようやく出てきた感じかな。今日は雨です。ようやくチューリップが開きそうな感じで色づいてきたけど
今度はストックが終わってきました。もうストックが限界かな。でも本当に綺麗に長い間楽しめました。チューリップが咲いて咲き終わってストックがもう終わってきたら次はまた植え替えします。サイネリアが咲いてきたけどペチュニアが満開です。ちょっと間引こうかなっていうぐらい満開すぎるな。上まで満開。ペチュニアだらけ。半年ぐらい前に迎えたシクラメンも咲いてきてます。ちょっと肥料が効きすぎてんのかな。モリモリになったね根元から収穫してください。いいね、モリモリや、美味しそう。今日はサラダを食べよう今日はお野菜だけを食べよう。わーい、収穫できた。あー、よっさり